どうも、一生声かけ中のものです。今日紹介するのはですね、三菱の名前忘れちゃったけど、まあいいや、元気があれば何でもできる、1、2、アウトランダー。というわけで今日紹介するのはですね、三菱の PHEV 専用車アウトランダーです。注目はここ、三菱独特のダイナミックシールド側。結構見慣れてこなげてきましたよね。このライト点灯パターンは後ほど。そして横ボディ大変大柄なんですけれども、実はですね、軽量化すごく頑張ってます。例えばボンネット、アルミニウム、そしてフェンダー、ここなんと樹脂なんです。だから若干のへこみだったらですね、スチールとは違って元にブイーンって戻ってくれるんです。つまりこうやってへこんだかなと思ってもへこんでないって感じになるんです。で、軽量素材を使ってますが、この中、内部のボディ骨格は大幅に強化されました。例えばフロントセクション、エンジンのメンバー部分からこのように上のカウルまでですね、連続する環状構造が取られてます。それは後ろも。この運転席周りのセクションやリアドア周りのセクションにも環状構造が採用されててとても強いんです。では後ろ、リアから見ても精悍です。特にここ。ボディアンダー部分のガード兼ディフューザー形状のブロック、かっこいいですよね。で、この車 PHEV 用にですね、ボディの低い部分にバッテリー 20kWh のすごくでかいやつを積んでるんです。このためですね、なんと電動モード、完全にエンジンを停止して EV 走行モードで80キロ以上走れるんです。えらいね。その給電口はここ。この給電リットはこのようにロックなしでサクッと開きます。これ普通充電なら 7.5 時間で満充電、そして急速充電なら38分で 80% まで回復します。で、この給電口なんですが、ここにですね、 V2H 機器をつなぎますと家の方にですね、電気を供給ができます。その供給量なんですけれども、平均的な一般家庭でなんとガソリン満タン、バッテリー満充電の状態からであれば12日分、1週間と5日分を供給できるんです。えらいね。ヘッドライトチェックします。テールライトチェックします。搭載のパワーユニットはですね、まずエンジンが 2.4 リットルの4気筒で133馬力 195N、 そしてモーターがフロント116馬力 255N 強、そしてリア136馬力 195N です。とっても強い。ちなみにこの車はですね、基本的にはエンジンは発電のみを担当してモーターで駆動するシリーズハイブリッドです。ただしエンジンとタイヤを直結した方がですね、効率がいい場面ではパラレルハイブリッドとしてエンジンもタイヤ駆動に加わります。賢い子。アウトランダーで EV モードで静かに舞踏会に行く人が気になるのが、お化粧直しのためのミラートライトがあるのかですよね。あるのかな、ないのかな、あってほしい。てれてれ、あ、ありました。ライト連動式100点です。シート座ります。落ち着く。あー、これ角度がいいのかな。結構座り心地はですね、柔らかめではなく硬めです。 KTM ですが、非常に体にフィットして不快な印象はございません。そしてこのシート、最近の三菱が大好きなこのダイヤモンドパターンの表皮を使っています。このですね、特に肩口のサポートがしっかりしていて体をホールドしてくれます。インテリアでの注目はここ。特徴的な4本スポーク造形のステアリングのその奥なんですけれども、メーター部分、特大のフル液晶を採用してるんです。というわけで液晶であればこれをチェックしたいですよね。液晶はキャンバスだ、芸術を描け、ラッセンのようにね、ラッセン度判定。さあ、グラフィックどんな感じなんでしょう。見てみましょう。パワーオン。おー、まずオープニング画面、綺麗なアニメーションでした。さらにこのラッセンドチェックでのポイントとしてですね、車両がいかに繊細に描かれるか、これもですね、合格だと思います。そしてその他のモード、こちらの手元のスイッチで操作ができます。
パワー繊維系、ナビゲーション表示、音楽表示、ADAS系の表示、そしてこれがメニューですね。このように細かくモニター内のこのようにクラシックモードからエンハンスモードというものに変えることができます。国産車としては珍しく非常に立体的かつグラデーションを使ってですねキラキラのメタリックな表現になってます。これはラッセン度結構高いです、75。さらに注目はこのグラフィックだけじゃありません、音なんです。例えばこの始動時の音聞いてください。さらにさらにリバースに入れた時の音、これまでにない独特の音がしますよね。これ実はですね三菱単体で開発したのではなくある機関の協力を得てるんです。それはですねあのゲームで有名なそうバンダイナムコ研究所なんです。ですからこのスイッチをですねまるで鉄拳のコマンドのようにある特定のパターンで押しますとこの画面でゼビウスのプレイができます。嘘です。さあそしてインパネ全体も注目、水平基調を大事にした新しいデザインの三菱のコクピットです。注目はここ超大型のディスプレイです。物理スイッチのほかこのようにタッチスイッチの機能ももちろんついてます。そして下エアコンの吹き出し口の間にはですねこのようにメッキのラインが入ってましてこれは左の端まで続いています。そしてさらに下エアコンパネルは通常時はブラックアウト、そしてこのように操作をすると表示が出てきます。この下には 12V 電源、そして非接触充電、 USB のタイプ A とタイプ C のポートがあります。そして後方変速機の操作はですねこのように電子接点式のジョイスティックタイプです。さらにこちら見慣れないこのマーク、これはですねペダルを表しているマークなんですがこれを押しますとこのように画面表示されます。実はこれですね三菱独自のイノベーティブペダルの操作系のオンオフスイッチなんです。このですねアクセルペダルに注目、このスイッチをオンにしておきますとアクセル1本で加減速の大半を行えるんです。わざわざブレーキに踏み替えなくてもですねかなり大きな減速ができます。ただし最終的な停止までは行えませんので停止の時にはブレーキを踏む必要があります。そしてこれはですね走行モードを変換するパネルです。ノーマルから EV、 そしてセーブモード、バッテリー温存ですね。そしてチャージモード、積極的にエンジンをかけて発電をかけましょうというモードです。そしてさらに手元ドライブセレクターがこちらに備わっています。これ走行モードは相当多いんですよ。エコモード、ノーマルモード、ターマック、グラベル、スノー、そしてマッドというモードがあります。その他にパワーモードというものも搭載されています。さらにさらにこれこのダイヤルの中央、こちらを押しますとヒルディセントコントロールも働きます。作動のオンオフは走行モードと車両の状態によります。その後方にはドリンクホルダー、アームレストは開けると小物入れです。シャキーン、リアシートの硬さを新基準、赤身、トロ、中トロ、大トロで確認、冷凍マグロチェック。おう、固め、赤身です。ただこれチープな硬さではなくてわざと硬めに設定している感じなんです。クッション厚さは十分にあります。じゃあ改めましてリアシートチェックしましょう。お、開口角度がですね90度に近い、だから乗りやすい。そしてこれ注目してほしいのはこの広々感です。このように実際のスペースも大きいんですけれども、これこの個体ではガラスサンルーフが採用されていることで圧倒的な広々感があるんでした。でその広々感だけではなくこの足元、身長173センチの私がフロントをセットした状態でほらほらほらとっても広いよ。さらに注目はこのリアシートのバック部分、シート座面からこう見ていくとぐん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 長い。そうなんとですね先代に比べて
この2列目のシートバックの高さが86ミリもアップしてるんです。86ミリ。だからほら、私が座っても肩口よりもまだ上に余裕があります。だから座り心地が良好。さらにこのシートはこちらのレバーを使えば、ででーん、しっかりリクライニングもするんですよ。こんな風にね。さらにさらにこの座面、この足元のレバー、これですね。これを引くとたっぷりシートスライド、すごいたっぷり。あ、ちょっと意外。あ、想定外だ。すごくたっぷりスライドもするんです。ほら、こんなにするんだよ。そしてそしてこのドアにはシェードも内蔵されてました。さらにアウトランダーの見どころはこの後ろにも。なんたってこのアウトランダーちゃんはですね、3列目もあるんです。なんか想像よりも乗り込みが簡単にできた。で、あ、頭上スペースは身長173センチの私ではないですね。よいしょ。身長に制限があると思います。ただこのようにですね、無理して腰を前に出せば座れなくはないです。で、このようにして座ったとして膝の角度も結構立ってしまいます。セカンドシートを、あ、意外だな。膝前空間はこの状態でこんだけのスペースがあります。この時2列目は、あ、これは狭いですね。ということはこのぐらい、このぐらいの普通に座れるスペースを確保した状態だとこんな感じです。ですからここになんとか座るのであれば、座りましたがこの時足元はこんな感じです。ですから3列目は大人が長く座るような空間じゃないんですけれども、いざという時に座れる、そしてお子様だったら余裕で座れるというわけでした。ただ3列目にもほら、ドリンクホルダーのスペースやスマホを置いておけるスリットがあります。ラゲッジチェックします。これパワードアを採用しているだけじゃなくてハンズフリーで開きます。しかもこの開く速度が速いっちゅうんですよ。 4.5 秒なんだって。本当かな。ちょっと測ってみましょう。本当に早かった。で、このラゲッジ3列目を使った状態でもですね、割と大きなスペースを確保してます。ほら、なんたって深さが結構ある、幅も結構あります。これだけの幅があればですね、体長 1.4 メートルのエミューをもし捕まえてもゴロンと横倒しで積むことができます。シートを倒せばさらに大きな空間に。そしてこれシートをですね、丸ごと後ろにでで倒すとできるんです。かなりの広大な空間です。さらにこの子の偉いのは、ここのレバー、これを使うと2列目も倒れるんです。簡単だね。この車にはまだまだいいところがありますよ。題しまして、それホームランポイント。ヘッドアップディスプレイついてるんですが、ここにユニットがあります。これなんと特大の 10.8 インチなんです。すごくない？現在はミニマムな表示ですけれども、ナビに連動した画面などがすごく大きな範囲で表示されるんです。このシートにはエアマッサージ機能がついてます。この画面で操作します。このように電源をオンにしてモード、これはですね、主に作用する範囲です。リフレッシュ、リラックス、ランバーは腰骨のみ。こうすると今音が聞こえますか？そして勝手に動いているのが分かりますか？このように走行中にですね、ランダムにランバーサポート等を動かしてくれて、体の凝りをほぐしてくれるんです。なんていいやつ。このドライブモード、先ほど言ったように7種もモードがあってすごいんですけれども、どのモードを選んだらいいのかわからないような路面に遭遇することもあるんじゃないでしょうか。自分で勝手にモードを選んでくれるのがあったらいいなと思いました。アウト。この後席にはエアコンの吹き出し口だけではなく、シートヒーターも備わってるんです。家族でスキーの時ありがたいね。リアシートセンターの下部、USB が備わるのはもちろんとして、ほら、これ
100V 1500W 電源があるんです。使い勝手いいね。内外装ともに高級感高まった車でした。さて次回のアウトランダーはタガちゃんです。走行編です。一発目からいきなりとんでもない速度で走ることを強要されてビビってる人がいたんですよ。なーにー。というわけで次回をお楽しみに。